ポケモンのイベント撮りたいと思います。ちょっとそこのあんたどうしてそこを踏むのか、そこを見たばかりでしょう、わしが見たばっかりでしょうということで、あれさ、ただい今日はここでアローラルでしょうかなんかって、それをあれであれでごめんなさい、ごめんなさい、うん絶対許さない、わしのペップね、わかりましたということでやってみたいと思います。ベトベトンさん、簡単仕事の挨拶してください。ベーとおベトベトンってはあんたが興味深い、今日毎日お風呂掃除するってな、でそんなことより方法を説明すると、わしの汚れた床を磨く、あんたフロアに散らかってあれはこれを集め、ベトベトンのところに持ってくる、あとはベトベトンにお任せ、なぬゴミの見なかん、舐めたことはいかん、扉まだ清掃の目指せすぎん、汚れ感じきゴミのまつかきもを出す、両手は分かったね、スタート。目を閉じてゴミの気持ちに集中した。さあ我が人もゴミを探せ、ベトベトンにゴミを渡したということで、ゴミセンターによると国外に残って戦いを持ち乗車してよということで、ベーっと美味しそうに頬張って食べた、ゴミセンターによるとあとゴミが残ってんで、わがせわがしたゴミをたくさん飛ばすということで、たくさんゴミを拾いたいと思います。それを拾った、ベトベトにゴミを渡した、ベーっとゴミセンターによるとあと3くらい残ってる、さあ戦えわがしたゆっくり逆転せよ。大きなあれを拾ったということで、また拾うことができましたね。ベーとわしのゴミセンターによるとゴミが2くらい残って、さあ戦えわがしたゆっくりこうゴミの沸かし合わせよ。ゴミは1個残ってますね。大きなそれを拾ったということで、これで完了かな。ベトベトにゴミを渡した、ベートベートベート、よしそこまで、フロアの全部全長ベトベトも腹8分目、ベートよくなったな、フロアはピッカピカだ、あんたの方部戦勝者礼号としてこれを受けよう、わざましい人形手に入れたぜ、それは人形辛い仕事を歌って乗り切ればオーラしたバイト料みたいなものを演奏せずちょっと食ってもらえ、もともといればなんとか残したんだけど大丈夫なんだ、ベトミちゃんのあなたのことすごく気に入ってみたいし、また機会があったらわしにペープしてみろということで、ゴミのイベントでした、それではシルネクストターム、バイバイ。